朝だよ。あれか。それはカノンの杉田智和の方。案外に取った。ければいけないのに、それなのにどうしてもうまくいかなかった。もう今かな、逆系ねえからね。ユキトさん、ユキトさん。起きてたのか。起きてた。ユキトさん、すごくよく寝てた。もう起きないかって思った。そんなわけないだろ。また夢を見たの。今度はね、ちょっと楽しい夢。ちょっと楽しくて、ちょっと悲しい夢。なんだよそれ。夜なのに空がすごく明るいの。音楽と笑い声が聞こえて、たくさんの人が輪になって踊ってた。あれ、お祭りだった。みんなすごく楽しそう。でも私はそれを遠くから見てる。あそこは私の場所じゃないって知ってたから。お祭り、私も行きたいな。でもちょっと無理だね。多分お祭りは遠すぎるから。リアカーがある。リアカーが夢の中でぐらいもっと積極的になるよ。友達を作るとか。友達？友達いるから。どこに？友達、ユキトさん、友達。背の方の方が強くね。俺は友達というより、何なんだろうな。でもユキトさん、ナイスアイデア。次の夢で試してみるね。ユキトさん、いいかな。あ、なんだ。やっぱり海に行きたい。今からか。うん。わかった、行こう。それじゃ着替えるね。あれ、痛い痛い痛い。
鼻ぶつけちゃった。やばいやばい。あれ？どうしちゃったのかな？足が動かないな。みすず。でも治るよね。すぐには治らないかな。海になんていつだって行けるさ。今日は休んでろな。ダメ、今日は遊ぶって決めたの。トランプしよう。ユキトさんとトランプ。届かない。もうこれトランプマンが見たら大泣きやろ。あ、頼むから無理しないでくれ。無理なんかしてないよ。宿題全然やってない。数学と英語と。そんなことしてたら治るものも治らなくなるぞ。ユキトさん、ちょっと意地悪。自由研究の日記に書いとけ。体の調子悪いから宿題できん。そうだ、絵日記つけないと。明日やればいいだろ。絵日記は貯めたらダメ。天気とかわからなくなるから。それに昨日の分まだ書いてないし。分かった。どこにあるんだ？俺が取ってやる。机の引き出し。他人の日記見たらダメ。本当にちゃんと書いてたのか。今意外そうな顔した。ちょっとって言ったのに。面白くなかったぞ。そうかな。自信作なんだけどな。クラスの自由課題で一番楽しいの。こんなにユキトさんって書いてあったら先生に見せられないだろ。ここユキトさん。いいか、はっきり言ってお前には日記を書く才能がない。だからこれからはお前がやったことじゃなくやりたいことを書け。でもそれ日記じゃない。いや、日記だ。書いたことは全部俺が叶えてやるから。マジでドリームノート。やばい、ヤガミライトって書いてあるのに。色鉛筆
ピッツ欲しい。それじゃ書くね。まずね、海に行きたい。教師にデスノートって書いてあるとなすんねん。一日中海で遊んでヘトヘトになって帰ってくるの。それからね、カラスさんに触りたい。安っぽ。変なジュースもっといっぱい飲みたい。お祭りにも行きたいし、それからああ、そっかそっか、春子がなんのか。場所を変えよう。あ、そうや、俺今日キーボード拭くために除菌ペーパー買おうかな思ってて、まさだった。病院ここしかないんやから、お前ここ数えろやろ。届かないんだよ、ここからじゃ。おかえりなさい。わ、ユキトさん汗でびっしょり。今日も暑いからな。こんな日に外なんて出るもんじゃない。そうだね。エアコンとかついてねえだろうな、普通に。体動かせないのか。動かせることは動かせるけど、遠出は無理かな。でも畳の部屋やけどきちんと窓のサッシがあってカーテンあるっていうことは結構新しい目の家やな。海はまたお預け。ふう。畳の部屋やのにめっちゃあんなローラーついとる机とかに、ね、絶対気づいるやん。おかしいや、フローリングにしとけ。それじゃ始めるね。絶対あそこ畳もうめちゃくちゃなっとる。何よ。みすずちんの夢語りコーナー。今朝見たのは旅の夢。私は旅をしてた。何かを探す旅。森の中を何日も何日も歩いた。辛かったけど私頑張った。大切な人たちがそばにいてくれたから。女の子は夢を見る。最初は
空の夢、夢はだんだん昔へと遡っていく。その夢が女の子を蝕んでいくの。なあ、美鈴。ん？夢の中のお前はどこにいるんだ？大切な人たちって誰のことだよ。よくわからないの。考えてもモヤがかかったみたいになってる。でも覚えてるの。今日の夢はこれでおしまい。何か作ってきてやる。作れるんかお前、普通に。ちょっとお腹空いてるし。でも、もう買い置きがないかな。ラーメンならまだあった。インスタントばっかりじゃダメ。ユキトさん、ちゃんと食べないと力が出ないから。今日は、てんやものにしよう。マジか。ラーメンライス2つ。ユキトさんの分、ご飯をチャーハンにしていいよ。お前はいいのか。それじゃあ私もチャーハンにする。ユキトさんとお揃い。にゃは。電話の下の引き出しにアドレス帳があるから。わかった。ユキトさん、ユキトさん、本当は知ってるんだよね。私の夢が私をこんな風にしてるって。夢を見るたびに私はだんだん弱っていって、最後はきっと空にいる女の子と同じになってしまうって。そんなわけあるか。いや、怒られちゃった。でも夢を見ないなんてできないから。私が思い出してあげなかったらその子がかわいそうだから。だから私頑張る。ユキトさんも手伝ってほしいな。もう一人のお前のことなんて考えなくていい。お前はここにしかいない。だからまず病気を治せ。私はミスズチン。そうだ、お前はミスズチンだ。ふん、ミスズチン強い子。出てくる。はい、川口ですけど。川口茂美か。はい、そうですけど。今神尾美鈴の家からかけている。お前美鈴のクラスメートだよな。はあ。今すぐ美鈴神尾のところまで遊びに来てくれないか。すみませんが、私これから家族で旅行に行くんです。それじゃあ。待ってくれ。具合が良くないんだ。俺だけじゃどうにもならない。誰かの助けが必要なんだ。え、神尾さんまた泣いてるんですか。わかるのか。それこそ行けん。クラス替えの時近くの席だったから
仲良くなりたかったんですけど、神尾さん泣いちゃって、理由を聞いても教えてくれなくて、なんかそれっきり気まずい感じになっちゃって。それは美鈴が悪いわけじゃないんだ。とにかく来てくれないか。あ、でも頼む、今すぐ出なきゃならないんだ。あの、失礼ですが、そちらは神尾さんの？俺？俺は受話器貸して。神尾です。うん、そう、そうなんだ。うん、来なくてもいいから、大丈夫だから。あるけど待ってるね、お土産。それじゃあ。何やってるんだよお前は。なぜ自分から一人になろうとするんだよ。川口さん、いい人だから。忙しいのに呼び出したらいけないの。お前と友達になりたいって言ってたぞ。お前のこと心配してたのに。うん、知ってる。こんな話あったっけ。川口さん、全然覚えてないわ。すごくいい人。みんなすごくいい人。ゆきとさんもすごくいい人。迷惑かけちゃいけないよね。嘘つくなよ。友達が欲しいんだろ。一人は嫌なんだろ。やりたいことがたくさんあるんだろ。誰かと一緒に思いっきり遊びたいんだろ。いやー、ほんまかっこいい声やな。友達が近づくだけでその子は苦しまる。だからその子はずっと一人ぼっち。やみ始めてしまえば、それから先は早かった。夏はまだ始まったばかりなのに、優しくてとても強い子だった。だからユキトさんがいいな。ユキトさん、友達。ユキトさんがいてくれたら、他には誰もいらない。それ以上になんかアップマジックさせてくれ。迷惑かな。やばいやばい、もうプレス2やからな。それ以上は無理なんか。ハルコと頑張るしかないな。ケーキくれたやつがミスズのお父さんなんかな。確か持ってこようとしたけど、ハルコが嫌がったんかなんかかな。
あれ、ラーメンセット頼んどったんじゃん。きっと隣町の花火大会。隣町見に行ったことあるのか。ううん、家の前に出れば少しだけ見えるの。私いつも一人で見てた。見てみたいか。ううん、こうしてるだけで綺麗だってわかるから。そうだな。あ、夏祭りのかな、時間を合わせて見に行ってもええな。あ、なんか耳がキーンって言おる。いいか、辛くても耐えろよ。俺がお前のそばにいるから。俺がお前のそばにいたいから。だから耐えてくれ。大丈夫か？うん、大丈夫。お楽しみ。やっと一緒にいられた。寄り添って二人で一緒にいられた。もう大丈夫なのか？ありがとう。楽になったよ。そっか。
ハルコが帰ってきたとどうする？ユキトさん、ずっと一緒にいてね。あ、お前が嫌がったってそうしてやるよ。じゃあずっとずっと一緒だね。ずっとずっと一緒だ。